なんかプールとかはどうでした？大きい。いやでもやっぱ波乱もなく、アメリカの風は感じましたね。結構補正切りとか狙ってくる人多いなってイメージあるんですけど、アメリカはなんか途中でインパクト打ったりね。そう、俺だけのインパクトセットプレーとか思ってた人が多くて、やられた？やられてましたね。ちょい、あ、やられたんや。というかその決勝の相手がその確定する試合を後ろで見てたんですよ、うん、もうすごい元気もりもりの剣が人がいてでやってるんですよ、やっぱ俺だけのセットプレーを、はいはい、で、あ、このセットプレー こういうルートやってくるからここはもうインパクトを絶対倒すぞって見てて、実際起きた時に押せませんでした。ああいう時はパリ長押しの方がいいのかなと思って。まあ安定だよ。でもなんかもうちょいインパクトを海外勢ガンガン打ってくるかなって思って警戒してたけど、大会通して多分アングリーバードに1回打たれた以外打たれてないレベルで、その返せるもんなら返してみろみたいなインパクトね。確かに、なんか、うん、意外とみんなおとなしかったなっていう印象や。もうむしろ日本人の方が、そう、日本人は結構打ってた。対梅原さんも剛一さんも柳井さん全員、あ、やまあ打ったんだ結構僕に打って。確かに俺もカーノにめっちゃ打たれたな。壇上の試合とか見ててもインパクト返してるなみたいなのが全然なかった気がする。特にね、最終日とかやっぱガンガン通ってたもん、全部通ってたやっぱ強えんだなっていう。うん、じゃあ順位低かった人から。まあ俺っすかね。じゃあ俺何位だったんだろう。65か49。65か出てますね。65、一番低くて65はかなり。ヘイブラッドとか当たったんや。そうっすね、ヘイブラいたんだ、ランマ様。久々だよランマ様、はいはいはい、ランマ様何使っとったの？事前情報だとザンギで、うん、ザンギだったんですよ、うん、ただまあそのラシード使い、スト5はラシードで、まあ、あのアルカプはハガーとか、うん、だ結果から言うともうすごい激戦、確かフルセットフルランドまで行ったんですけど。おー、危なかったんだ。そう、まあ、ラシード戦一応やれてはいたんですけど、うん、エボ絶対いるだろうなと思って、うん、で次ケーブラーまず、うん、キャミですか。キャミでした。めっちゃあの速かったっすね、反応。いや反応というかなんかもう全てが決断から何か、まあまあ、はいはい、思い切りはいいプレイヤーやりますね。もう、うん、勝った方、まあ結局ケーブラ勝ったんですけど、勝った方が俺の対戦相手っていう試合見てて、うん、多分10回はインパクト打ってましたね。で全部通ってました。まあ怖えと思ったんですけど、まあ、キャミン戦は結構やってたんで、うん、そういう展開にさせないような動きでどうにか。あ、じゃあそんなインパクトも打たれ、そうですね、そこまでもういかないぐらいの感じにできたんでよかったですね。で川野か、まああんまり自信がなくて、ルークは別にいいですけど、モダンルークとはそんなやりたいから、まあまあそう、かなり荒らしたというか、ちょっと攻めっ気出していった感じ。そうですね、で向こうもインパクトとか多めでバチバチって感じだったが、そうバチバチ、まずメダル5枚貯めるかっていう戦略になって、うん、これがうまく刺さりましたね。あ、5枚の圧を一生かけながら、てか 5枚駒投げがめちゃめちゃ決まって、で最終的に5枚の駒投げが決まって終わりましたね。どうにか、まあそれは勝つよねっていう。そうですね、じゃあエボまで、でそれで負けるマジかわいそうだよな。いや、まあ、しゃあないんだけど、ね、まあマノがねそういうキャラです、うん、そういうキャラですからね。 SFL グッパチと当たりますけど、川野今日12時間ぐらい配信したけど、一生なんか別キャラ触ってました。ビビってわかるわ。まあ俺やっぱグッパチ適性ありますかね。確かに、はい、人相性いいよね、うん、ガチ君はもちろん。去年も両方勝ってるからね、うん、確かにグッパチ対グッパチ丸20丸確かに、ね、頼むよ今年も。お願いしますよ。お願いします。大将いきますか。大将まあ大将でしょうね、うん、グッパチ20丸ですが。で、でその後02って書いてますけど、誰そうそうそう、お前その名だたるやつを倒した。すごい、ね、いや調べたら、うん、これエイドリアン・リベンって名前なんですけど、はいはい、ドルの有名な人っぽくてなんかフォロワーがめっちゃ多かった、何使いですか。剣か。あ、でもなんかコメントでも、あ、超有名エイドリアン出たのビビったわ。あ、すごいな。じゃあ誰っていうのもめちゃ失礼。うちらが誰やな、そうそう、この人が。そうそう、我々がよく。我々がアリンコの。へえ。でも、ここまで上がってきてるのすごくないよ、結構上位だよね。だって60、うん、でこの人、ね、これ勝ってるから、もう49以上って。49以上。すごっ。これは本当にもう自分の動きが、これやるぞっていうのがあって、
でミスっちゃったんですよ。でそっからもう負の連鎖がどんどん続いてって頭真っ白になりましたね。まあしかもまあ勝ちたい相手よね。そうなんですね。パッと見ただけだとね、今までネーム、うん、名前ある人にちゃんと勝ってきてるから、うん、まあそれの焦りも多分ね、あったんですね。でこれに勝つとビッグバードでした多分。ああ。割り座戦も結構やれてるから全然良かったんですけどね。でまあ65位で、うん、いや全然あっただけに、うん、あれですけど悔いの残る。じゃあ俺はこんなもんですかね。はい、まあ、順位的には俺と山が同率ですね。山行くかじゃん。そうっす。最後の試合も同時にやってましたもんね。エボあの配信台が2つあって、正面と背面に配信台があるんですけど、両方同時に試合しましたよ、うん、同時に。で両方同時に死んだ。13位。13位。いや13位はでもまあ普通、うん、まあまあまあてか普通にあの今までの規模だったらもう上めちゃくちゃ上位だからね。普通にもう優勝準優勝しててもおかしくない。8000人すごいな。しかも全然 DQ いなかったですよね。 DQ いなかった今回、うん、どっから行きますか。まあ、プール抜けて抜けた後がチャンクドラゴンボール勢。チャンクスはゴボ勢、キャミ使い、キャミ、いやかなり強かった。初めバーンアウトしたんだけどなんとか入れ替えで、最後相手がの話を読んで、話を当たってたらこっちが負けで、あっていうの で、はいはいはい、でその読み合いに勝ってジョスクのアニカンが取った。そっからコンボ。DJ の感想だいぶ大味じゃない。そうそうそう、読み勝ってコンボ決めたら勝ちました、ね。うん、実際そういうキャラかな。まあまあ まあまあそんな感じです、うん。で次柳井です。あー、ここで柳井くんか、うん。多分スコアは0-2ってなってるけど、確か1-2か。1-2。まあ結構なんかマリーザ、DJ 鬼門というか、うん。そうそうそう。うん。嫌だ。柳井さん、僕と当たる前にドグラさんの DJ も倒してた。あー、確かに。あ、本当だ、確かに、うん。1試合前に倒してるね、ドグラ。そうそう。いやー、マリーザは熱いな。なるほど。嫌だなーってずっと言ってた。そう。柳井さんの次に当たったのはキンバリー使いか。あーやだねー、うん、いや強かったっすかね。なんかセットプレーが見たことないのくらって、なんかキンバリー使いさ、うん、もうなんか攻めだけ研ぎ澄ましてるからさ、そうそうそう、攻めのキレすごいよ、うん、そういうの全部くらってだったんだけど、こっちのタクも通って勝ったみたいな。火力勝ち。そう、次は梅原。大悟梅原参戦はなんだ、なんで勝ったの。なんか近距離のタクが守りの時、こっちが守ってる時は守り勝ちできて、そうそうそう、攻め気攻めはこっちのが通る。あ、勝ち方勝つわな。うん、それは負けませんよね。うん、向こうの端のインパクト運よくジャスパで、ああ、インパクト打ってきたんだ梅さんも。しっかり打つ。うん、次が上古書 JP よね。 JP っす。なんか向こうが多分ラッシュを頑張って止めようとしてた。止めようとしてた。それを多分食らってて、うん、うちのラッシュコパンとか。で、やっぱあの人間性も高いとそれを やるそう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 。あのゲームうまいゆえに、そう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 、対応しちゃおうとしたね。うん、それが裏目に出て向こうは負けちゃった。うん、で上古翔に勝ったらもう24。大一参戦は最初1本取られた。次は取り返してみたいな。最終的にラッシュ、そう。最後ラッシュ投げが通って終わった。ラッシュ投げ10回ぐらい入ってあった。かなりラッシュは通ります。次オイルキングか。オイルキングか。オイルキングマノンかと思ったら、なんかこの、うん、その前にドグラさんの DJ をチュンリーで倒した。うん。毎回なんかドグラが踏み台になってるんですよ。いやあの前に。確かに。いやチュンリー。いやーでもオイルキング戦は結構勝てたなっていう内容ではあった。感触的には、そうそうそう、特に最後の試合は勝っててもおかしくて、うん、ここが三角飛びを多用してきて、三角飛びに対する対処がこっちが甘かった。左台系で三角飛び落として、でそこから SH が入るのはやんなくて、はいはい、入ってればその試合は勝って、で置き攻めで技重ねに行ったら相手に SA3 パナスって、まあまあ、まあそういうプレーです。バーンアウトして、そこで飯食ってますか。そうそう、それで削られて負け。で13位。
負けた相手がじゃあドグラと一緒なんだ。そっか、そそう確かに、そうそうだね。お前同じってことよ、ね、そうだね。13位は、ね、まあまあ、うん、まあ、追い金戦勝てれば藤村さんと当たれたんですけど、まあ、そうだよね、そうそうなんですよ。いやだから俺もヤマと同じような、この後喋りますけど、俺もあと1回勝ってればそう、そう藤村と当たれてみたいな、そんな。じゃあ同じく13位私。てかモーさんはもうラシード1本だったんですか。そうだね、今回はラシード1本。あ、俺試合しててよし、今日は今日というか今回はラシードで隠していくぞって、上まで上がってみんなラシードでびっくりさすぞって思ってたら、最速でジョニーとエマがモシードを指導をとか、そのもう密告、ツイッターで密告されてて、俺の隠し玉かって思いながら隠したんですかあれ。隠してた。そう、まあでも今回はとりあえずラシードで、まあそうやね、一回勝って、でエレクトライブさん、この方はウルフォーの外使い、うん、今なんかカナダに住んでるっていう、まあに日本の方で、ね、まあキンバリーでしたね。やっぱ外使いがしっかり、確かに、まあやっぱうまかったね、対空とかが、うん、動画とかもちゃんと見てたから、対空とかの判断とかすごい上手いなって思って気をつけようとは思ってたんだけど、フルセットフルラウンドで、もうすごいバチバチだったよね。いや俺めちゃくちゃ話した、てかね、やっぱねキンバリー使いね、一生攻めてくるんだ、うん、いやすごい、あの本当に遠慮を知らなかったよね、うん、マジで、あの一生埋めてくるし一生たくってくるから、うん、とりあえずそのもう結構 OD ミキサーとあと SA1 と10回以上話したかな、多分マジバチバチだったな、うん、まあでもギリギリ勝てました、はい、で次はプゲラですね、 P0、まあ、試合内容的にはかなり圧倒圧勝したかな。まあプゲラが結構動きが硬かった、うん、感じだね。だ結構読み負けたなという部分もあったんだけど、向こうがちょっとなんか投げしけ下がりが甘くてとか、あとかでなんかこっちのなんかグラップがなんか投げ返せってみたいなのもあったりで、うん、ちょっと運もあったりでずっと流れがこっちにあって、はいはい、うん、まあ比較的いい感じで、うん、これしかもグッパチ、グッパチ、グッパチに流れ来てるね、当たった人メインカットとか。そうだね、どっちにします、どっちにします、大将任せるよ。あ、じゃあ俺か。うん、で、はい、アングリーバード、うん、これ勝ったら次藤村で、しかもその藤村と俺で勝った方がもうトップ6進出、うん、ウィナーズで、うん、だから俺このアングリーバードに勝った時点で忍びが最終日、ああ行くのが確定するという大事な試合、いや強かったね。まあ結果優勝のね、やっぱなんかあれだね、ま、負けた人がちゃんとこう勝ち上がって優勝してくれると嬉しいっていうとちょっと語弊ありますけど、まあしょうがなかったなっていう、なんかこう納得性は自分の中で持てるよ、はい、ちょっと実質に。で試合内容はね、1本目圧倒されましたね、で2本目は割とこっちのネタとかがあったりとか、相手の動きもちょっと見れて勝てて、で最後の3本目がね、1ラウンド目めちゃくちゃ逆転負けしたんよ、開幕7割ぐらいダメージ取れて、で端の攻めでね、結構その暴れ潰し連携みたいなのに行ったのよ、で結局その相手がその連携を知ってるかどうかとかの上での暴れ潰し連携で、はいはいはい、ランガードされて、あの反撃確定のとこなんだけど、なんかバックステとかバックジャンプとかしたところにちょっと弱気になったところにアングリーバードのなんかこう強気の攻めが刺さって取られ、まあそのまま最終ラウンドも取られっていう。あとやっぱ試合中に気づいたんですけど、やっぱあのラシードのバックステが25で、はいはいはい、結構ねバックステめちゃくちゃラッシュコパンとかが刺さって、なんか自分の感覚だとこのタイミングのバックステはかなりローリスク、うん、で大丈夫っていうタイミングでしてたとこに結構その多分2フレのとこに結構刺さってて、なんかちょっと連動のあれが出たなっていう、ラシドのちょっと弱点の部分をちょっとあんまり考慮できてなかったなっていうのはちょっと反省点として。で最後プード、なんかねこの辺からね動き結構良くなってきてて、まあプゲラ戦も結構良かったし、アングリーバード戦もまあ負けはしたけど、うん、まあまあそんなに悪くはなくて、戦い戦もいい感じでいけて、
なんか動き良くなってきたなっていうのが自分の中でなんかあるじゃん、はいはい、でなんかやれること増えてくるなっていうのが自分の中であって、うん、じゃあなんかちゃんとね相手の動き待って差し返そうとか、うん、ラッシュ止めようとかっていう、結構その対応する動きができそうだなっていう中で自分の中でちょっと欲が出てきて、なんかそれまでは結構割り切った攻めとか結構一発ネタとかで結構言ってたんだけど、なんかそれがちょっとね悪い方にいっちゃいましたね。 DJ のラッシュを止めようとして、ああ食らうかける N みたいな、さっきの山の上古商戦みたいな、そうそうそう、そうそうそうだね、うん、になっ、だ上越翔も多分同じだったんだね途中で動き良くなってきてちょっと止めようって多分なったんだろうね、うん、だこれはちょっと反省点というかスト6の怖さをやっぱり普段できてることがやっぱできなくなるっていう中でのやっぱちょっと組み立てをちょっと考えた1試合でしたね。13位、いやアングリーバード、アングリーバードに勝ってたらまあいけそうな内容ではあった、いやそうっすよね、うん、それだけに、まあでもねそういうもんですから大会は、うん、そうだ紙一重の、うん、じゃあ最後、じゃあ最後7位、なんで最終日残れたんだろうね、7位だけど、うん、7位だけど壇上ですか、ルールが変わっちゃって、いやあ残念、1日空いたらね結果とかも変わったかもしれないですけどね、うん、ダメだなっつって、うん、まあ、ランカ対策準備する時間は、まあ、準備がかなりあるね、うん、できる、うん、まあなんか知らないよ、ブル抜けて龍吉同部屋対決、今回龍吉一緒にね、忍び側のホテル取ってくれて、僕の部屋、うん、たまたま一人部屋だったので龍吉が不安っていうから、じゃあ同じ部屋、じゃあ一緒にっていう、で同部屋にしたらまずここで当たって配信台だったんですけど、まあ1試合目なんか僕がすごいミスして、はい、多分中大中陣台のところを大陣台出ちゃって、なんか本当にほぼ勝ちの状況からめちゃくちゃまくられて、結局勝ったのかな、まあ、なんかすごいミス3回ぐらいしたんですよね、うん、この試合内容もあんま覚えてないけど、とにかく多分中足ラッシュがめっちゃ通って、うん、これだなって、まあ天といえばもう天といえば本当にギリギリ勝ったのか、確か、まあ龍吉君も結構ねその噛み合わせてくるのがうまいプレイヤーだから、うん、流れ持っていかれると一気に、ゲーム自体はかなり上手くて、うん、だからメンタルにこうブレがあって、調子いい時はいいけど悪い時は悪いプレイヤーだから、まあ、そうどうかなと思ったけど、まあ、この時は結構良さそうで、いや、まあ、だって初海外だもんね龍吉君、初海外でまあまあ上位にちゃんとしっかり入賞してるから、そ う, そ う, そ う, うまかった、ね、ギリギリ勝利、ほんまにギリギリ勝利 で,、うん、で次が木口なんかあったかな、まあ、ガイル戦は本当にあの某大国と死ぬほどやってるんで、まあなんとか、いやだからそう全然内容覚えてないけど、この試合がそのアングリーと俺の前にあったから、はいはいはい、あ藤原勝ってくれたんだ、これ俺勝てばあっていうのをチョコさんにすごい圧をかけられる、あんた勝ったトップ6確定やで、圧をかけられる、ここまではもうチョコさんのテンションも超高かった、そうあなってたんです、俺がちょっと予定を崩してしまうでこれ多分順番がアングリーが先かな、うん、まあ、相手のがなんか細かいところでボタン押すの早くてカウンターになっちゃったなっていうのは、最後とかなんかもうほんと中足どっちが1フレ早く押すかみたいな、そうあれでまあしょうがない、すごいなんかお見合いからボタン押したところで押し負けたりとか、うん、運的なポイントは結構持っていかれちゃって、うん、それでちょっとやっぱ崩れちゃったのかなっていうのはあったら、でトップ8進出ですかこれで、ああトップ8から3先なんですけどいきなり3先てか、そう俺3先だと思ってなくて、はい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 、2本終わっても終わんねえから、あれ3先なんだ、はいはい、そうなんかふうって顔してるから、うん、開けた時も冷静だなって思ってみたら、うん、3本目が始まって、はいはい、あここはそういう扱いなんだなと思いました、じゃあ最終日にしてくれよ、そうねそうだよ、メラーね、ブランカですか、ブランカ、なんかとんでもない目にあってましたね、なんかやりてえなと思ったんだけど、なんかねブランカ戦そんな嫌じゃなかったんだけど、うん、まあまずあの逆択、まあ読み負けはめちゃくちゃしてたよね、まずやばいぐらい逆択食らっちゃって、うん、空中ローリング読んでしゃがみダイパー行ったらバチカ打たれるわ、うん、投げ行ったら空中ローリング食らうわ、うん、様子見したら普通に暴れられるわね、でその上なんかすんごい置き攻めしてくるじゃん、向こうの置き攻めはちゃんと通ってみたいな、うん、こっちのあのイレッパーが狩られるわ、昇竜
ガードされるわ。まあまあそんだけ読み負けたらもう何も起こってもかけようね。そう、まあでも立ち回りしたも結構上手くて、うん、まあきつかったっすね。多分読み負けまくったとかを考慮せんかってもきつかったかなっていう感じがしたね、うん、あれはしっかりとあの最後の試合で恥ずかしめられてまああるあるです。まあマジでなんか7位っていう結果自体は正直かなり良かったなって思うんだけど、うん、最後あの姿で終わりかって考えると、まあ、スライドがある、うん、まあ、負けた相手はあれなんですよ、1位、2位。確かに。実質3位じゃないですか。俺は実質2位だけどね。それ俺はだから、アングリーバードで負けて実質2位だけど、あなたは、うん、そのシステムやばいな。妻から LINE が来て、うん、でも1位と2位に負けたから実質3位だねって来てて、うん、そう、桃内さんみたいなこと言っとると思う。桃内さんの補充意味でもやばいな。そう、俺はメガに負けてない。2位。やばすぎるじゃん。そういうシステムなんですね。そういうシステム。